今日飲みに行こうって誘われちゃってさ。うん、超行きたかった。ちーちゃんお酒好きだもんね。でもダメなの、酔うと変になるもん。こんな姿誰にも見られたくないよ。うんうん、隣ちーちゃんいい感じに酔ってる。酔って私はお嫌いですかにゃ。そんなことないよ、お酒を飲まないと自分が出せないって人は少なくないから。そっ、ねえ、わあ、私のことだ。ああ、すっき。今日は一日家でゴロゴロしよう。じゃあそうする。ゴロゴロする、ゴロゴロ。さて、ソラどこ行くの。え、家事の続きを。ゴロゴロしないの。じいちゃんはしてていいよ、僕は。ダメ、ソラもゴロゴロするの。あれ、今日雨だ。あ、ダメ、スマホダメ。もうゴロゴロしよう。買い物も行かなきゃなんだけど。ダメ。ソラ好き。どうしたのちーちゃん。だって会社で抱っこされて、帰りにおんぶされて、なんかキュンってきちゃったんだもん。ちーちゃんもしかして酔ってる。酔ってる。ごめん、あのカクテルってノンアルコールなんだよね。大丈夫、雰囲気酔いってあるからね。ね、何言ってよ。ちーちゃんってさ、どうしてそんなに可愛いの。え、な、何それ、やだ、恥ずかしい。ごめんごめん、もう罰だよ。お布団の中でギュってするけい。参ったな。今日ね、会社で私の企画通ったの。おお、だからお祝いって言ってたんだね。おめでとうちーちゃん。だけどゆいの落ちちゃった。それなのにご飯誘ってくれて、おめでとうって言ってくれて、サポートでも何でもするって言ってくれたの。強い人だね。うん、次は負けないって言われた。でも私だって負けないもん。それにゆいがいてくれるからここまで。壊して入るぞ。怖い。大丈夫だよ、よしよし。怖いけど見たい。怖い時はいつでも抱きついていいよ。これは、あ、怖いよソーラー。大丈夫だよ。そこにいるのは誰だ。怖い、そりゃ。いや、あの、普通のシーンだけど。そら、こ、わ、い、よ。聞きました。うん、ちーちゃん、テレビ見えない。怖い、怖い。